これらは人類の常設展が、時々はリニューアルしてきたんですけども、こんな大げさにといいますか非常に大幅にリニューアルするのは、実は開館以来初めてです。未来館としてはこれからですね、体験型は、もう古いとで、あえてですね、その経験型、思考型の展示ということで、考えていきたいと思っています。私は誕生しました。今日は皆さんのお客さん思考で豊かな地球を未来に送ってください。未来逆算思考、50年の未来まで、よく考えてから地球を送りましょう。50年前の皆さんから始めればまだ間に合うはず。未来逆算思考で豊かな地球、未来逆算にしておかないと、ここの部分の地球が分からない。この地球を50年後の未来にうまく障害を避けられるルートを考えて未来へ。姿がちょっと